はい、皆さんこんにちは、おやじプラスです。この9月いっぱいでですね、60歳の定年退職をすることになりました。それで、今はね、最後の有給消化の期間なんですけど、私の退職金の額が、決まりましたので、今回はね、それを皆さんとシェアしたいと思います。そうすればですね、きっと皆さんもご自分の退職金が、まあ、どのくらいになるのかというね、目安をつけられるんじゃないかと思って、交換したいと思っています。ではよろしくお願いします。でまず簡単に私のプロフィールを紹介していきたいと思います。まあ、その上に書いてある、あのサムネに書いてある通りなんですけれども、働いてた会社はトヨタ自動車の下請け会社です。まあ、小さな会社ではないんですが、とても一流とは言えないので、まあ、二流会社ということになります。職種なんですが、まあ、トヨタの車の外装部品を作っている、まあ、製造業ということになります。まあ、私はですね、入社からずっと定年まで、塗装関係の仕事をさせてもらってました。次に会社の中での肩書きなんですけれども、これはですね、もうずっと平社員です。もちろん若い時はですね、昇進しませんかみたいな、そういうお誘いもあったんですけれども、どうもですね、人を管理するっていうのはものすごく難しいことじゃないですか。なので、私としてはそういうお誘いはですね、ちょっとこう辞退させてもらって、まあ、入社から退社に至るまでずっとストレスフリーで、まあ、楽しくね、気軽に仕事をさせてもらえましたので、まあ私的にはそれで良かったんじゃないかなと思っています。それではですね、早速私の退職金をこれから、交換したいと思います。はい、これがですね、会社からいただいた退職金に関係する資料になります。勤続年数なんですが33年ということになっていますね。結構長く働かせてもらいました。退職金の額っていうのはここに書いてある通りですね、1383万7900円ということです。でもし遅くなっても11月までには入金されるということでした。退職金っていうのはこういう一括でもらう受け取り方と、あと年金みたいにね、毎月決まった金額でもらうもらい方、2通りのもらい方があるみたいなんですが、まあ年金みたいな形でもらってもですね、金利が 2.0% ということで、まあ、そんなに魅力的な金利でもないので、まあちまちまもらうよりはね、一括してドーンともらってですね、このうちの一部を自分でね、運用していければいいななんて、思っています。はい、じゃあ以上がですね、私のおやじプラスの退職金の報告でした。